はい、どうもトラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編です。今日でログインが、1173日目ですね。はい、現在2023年2月23日の午前9時54分なんですけども、今回ですね、ちょっと契約書の方をね、開封したいなと思います。ゴールド契約書5枚と S ラン確率 10% 契約書2枚で、A ランク OB 契約書、プロスペ応援団のね、累計のやつなんですけども、この1枚も開封したいなと思います。はい、そのプロスペ応援団、まあ OB ね、第5弾が来まして、このアカウントオリックス純正だけでやってるんですけども、オリックスは石井さんでしたね。はい、まあ、ファースト守備がファースト C 弾道アーティストミート79パワー80走力60ということで、非常にね、強い選手なんですけども、まあ欲しいっちゃ欲しい、もちろん欲しいんですけども、一応ね、僕はあのファーストブーマーさん、ブーマーがいまして、でまあ DH もね、今吉田選手なんですよね。あのレフトに土井さん入ったんでね、ちょっとね、まあ、石井さん、そうですね、まあ、もちろん累計で来てくれたら嬉しいんですけど、まあ今回は見送りたいなと、累計にかけようかなと思ってます。はい、非常にね、強い選手ですんでね、まあオリックスはそうですね、アーティスト多いですね。はい、まあ累計でね、来てくれることを願ってます。はい、そのままプロスピ応援団なんですけども、まだ1日経ってないんですけど、あと6日と5時間残ってるんですけども、現在までの進行状況ですね。ここかな。はい、累計入団希望人数が60人ということで、今のところね、エナジー使わずに、やってまして、まあもう60人1日経たずにね、まだ60もう60人いってますんで、まあ、単純計算でね、300人なんで5日で終わると、5日弱で終わるかなっていう感じなんでね、まあエナジー使わずにね、まあ、今回からちょっとね、応援団の方もあの仕様変更になりましてね、人数になりましたんでね、まあそうですね、楽にいけそうな感じはありますんで、まあ良かったかなと思います。まあ最後にそうですね、この、S ランク OB 契約書で、石井さんね、ぜひ来てほしいなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、それでは契約書ね、開封したいなと思うんですけども、まずは A ランクの OB の、ランダムの契約書ね、これいきたいなと思います。ぜひね、石井さん来てほしいです。お願いします。来い。さあ、ランダムでね、ちょっと1枚来てくれると、もし累計でね、石井さん来た時にだいぶ助かるんで、石井さん来い。うん、石井さん、でもこっちの西武の石井さんでしたね。はい石井さん違いでしたね。はい、それではゴールド契約書5枚いきますね。1枚2枚3枚4枚で5枚ですね。はい、そうですね、できれば A ランク以上 S ランクね、来てほしいなと思ってます。いきます、ゴールド契約書5枚、お願いします。 S ランク来い。んないか。あー、守備な、はい、なさそうっすね。おー、早いな。まあね、しゃあないっすね。はい、ゴールド契約書全部 B ランクでしたね。はい、それでは最後に S ランク確率 10% 契約書2枚、これいきます。はい、2枚いっぺんにいきますね。はい、まあ S ランクぜひ来てほしいです。いきます、お願いします。S ランク来い。うん、うわー、渋いな。うわー、ないわ。 A ランクやったオリックス、割れる。あー、割れへんか、残念やな。木浪選手、阪神ですね。はい、オリックスの、そうですね、まあ、中川選手とか来てほしいです。来い。うん、松葉選手、中日ですね。はい、木浪選手と松葉選手でしたね。 S ランクも来なかったですね。はい、残念です。はい、今回こんな感じですね。まあ、プロスペ応援団ね、まだ1日経てないですけども、まあちょっとね、楽に、まあエナジー使わずに、ね、楽に終われそうな感じなんでね、まあ良かったかなと思います。あまり累計きっちりとって、まあできればね、石井さん来てほしいなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。